これただの石なんだけど、本当にこれが材料になるのかしら。すごいわ。ここなら探しているものが。けど木の根っこが邪魔で進めないところもあるし、ここの探索は一筋縄じゃいかなそう。そういえばさっきは門番の人もいたから大きく言わないようにしてたんだけど、セリさんが探してるものって？古い植物。植物？どんな？それは答えられないわ。私もわからないから。ただ古の時代から存在しているような、そういう植物。それならこの辺にありそうですね。古い遺跡にこんな木の根っこがいっぱいあるんですから。そうね。これがいつから生えてるかは知らないけど、おそらくすごく昔の植物だと思う。ええ、私もいろいろ調べて、この辺りにはそういうとても古い遺跡が残されていることを知ったのよ。そしてある言い伝えを聞いたの。遺跡には。そっか。そんな時偶然僕たちの話を聞いて一緒に来たいって言ったんだね。こうして実際に植物はあったわ。まだ木の根しか見えないけど。遺跡と同じくらい古の時代から生きる植物か。面白い。探検家魂に火がつくってもんだぜ。古の時代から生きる植物、確かにこんなにあちこちに根が張り巡るくらいだし、遺跡の奥にはとんでもなく巨大な木があってもおかしくはないね。葉っぱとか花とかもあるかも。セリさん、私たちも一緒に探すよ。そんなすごい木があるなら絶対見たいもの。ありがとう。それじゃあこの根をたどっていきましょう。行ける場所が広がったよ。新しい手がかりだ。これは何を言ってるんだろう。どこに行くの？よーし。どこへ向かうつもり？ここならのんびり行け。今日は新しい何かに出会えるかも。脅威ではなさそうね。正解！連続よ！そこ！やっ！伸
ビロ届いて連続よ、うん、シェリさん頼みます。そこ連続よ、届いて援護するよ、そこ連続よ、届いてシェリさん、バイオリンしてます、連続そこ、うん、任せてください、そこ連続よ、届いて、連続よ、どうだ、シェリさん頼みます、どれが効果的かしら、これに耐えられるかしら、シェリさん頼りにしてます、正解、連続よ、お願いします、先エンゴ、シェリさん頼みます、頼りにしてます、シェリさん頼りにしてます、木の葉の使いよう、そこ、やっ、届いて、一瞬で決めます、どれが効果的かしら、連続よ、パティ、援護を、援護、リサ、うそ、こんなところって、僕に任せて、正解、連続よ、あっ、よろしく、さてどうしようかな、やっつけてやる、シェリさん頼みます、正解、連続よ、シェリさんお願いします、はぁ、ありがとう、援護するよ、正解、連続よ、はぁ、どうだ、この葉の使いよ、ワイヤーそこだ、シェリさん頼みます、耐えた、任せた、何を使おうか、戦況を変えるよ、あたしたちの勝ちだね、砂をどうするの、砂鉄や砂金が目的とか、ワクワクするね。